南口下立駅は、茨城県筑西市四にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、猛貨鉄道、関東鉄道の駅。筑西市の代表駅である、JR 東日本、JR 貨物の水戸線、猛貨鉄道の猛貨線、関東鉄道の上層線が乗り入れ、接続駅かつ共同使用駅となっている。猛貨線は当駅が、起点。 上層線は当駅が終点である。猛火線は、もともとは、水戸線ともども、日本国有鉄道の路線であったため、当駅は、国鉄と関東鉄道の2社共同使用駅であった。しかし、猛火線が、第2次特定地方交通線に指定され、国鉄分割民営化の1年後の1988年に、猛火鉄道に転換され、3社の共同使用駅となった。 水戸線の列車は、ほとんどが、小山とも間を直通するが、上り下りとも当駅始発、当駅止まりの区間列車が一部ある。猛火線では、通年の土休日や長期休暇シーズンに走る SL も、岡が当駅を発着する。ホーム島式ホーム2面4線と、端式ホーム1面1線、端式ホームの西側を切り欠きいた切り欠き機、ホーム1線、合計3面6線のホームを持つ。 地上駅になっている。1番線から6番線まで北側から順に番号が振られている。切りかき機、ホームの1番線を、猛火鉄道、短式ホームの2番線と島式ホームの3.4番線を JR 東日本、島式ホームの5.6番線を関東鉄道が使用する。1.2番線に隣接する北口と5.6 番線上空にある南口の2カ所の駅舎を有する。改札口は3車共用であり、どちらの改札口でも各線とも乗降車できる。各ホームは五線橋で結ばれ、1.2番線ホームと3.4番線ホームにはエレベーターも設置されているが、5.6番線ホームには設置されていない。関東鉄道上層線のホーム上には生産所があり、終日にわたって、 係員が配置され、上層線乗車券の改め修達や生産を行う。ホームの入り口には簡易 IC 改札機があり、北口改札から IC カードで入場して、上層線を利用する場合、ここで再度タッチを行う必要がある。猛か鉄道猛か線のホーム上では、SL 猛か発車前や益子コ起死開催時などには、猛か鉄道の社員が配置され、乗車券、 SL 整理券の販売や生産を行っている。また、スイカパスも券外となる、もう河川のホーム上には出場専用の簡易 IC 改札機がある。北口駅舎 JR 東日本所有の地上駅舎で、スイカ対応の自動改札機、緑の窓口、JR の通常の券売機と指定席券売機が設置されている。JR 駅としては、直営駅、管理駅であり、 小田林駅、はぐろ駅間の各駅を管理している。関東鉄道、もうか鉄道の普通乗車券は、券売機で購入でき、もうか鉄道の回数券、定期券や、SL も丘の整理券は、緑の窓口で購入できる。関東鉄道の定期券、回数券、企画乗車券は、北口駅舎では購入できない。南口駅舎関東鉄道所有の京上駅舎で、 古戦橋に接続しており、友人改札を兼ねた窓口と簡易 IC 改札機がある。券売機は、貫鉄のものと JR の通常の券売機が設置されており、猛貨鉄道の普通乗車券も JR の券売機で購入できる。IC カードへのチャージは、貫鉄の券売機のみで可能。また、窓口では、貫鉄パープルバスが自宅運行している。 蓄区生子バスの定期券等の申し込みを受け付けている。関東鉄道が対応していないスイカ、パスも以外の IC カードでは、南口から出場できない。JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅となっている。定期の貨物列車の発着はないが、関東鉄道上層線や猛貨鉄道への車両を輸送する公衆輸送列車が発着する。かつては、駅東側に、 三つ湖こ専用線があった。近年の水位は以下の通りである。当駅は下立市街地の南端にある。北口、南口ともにタクシー乗り場がある。昭和期には関東鉄道の他東部バス、東の交通などの路線バスが乗り入れ、宇都宮市、小山市方面、市内各地や旧幕壁郡内へ向かうバス路線が乗り入れていた。徐々に路線は廃止され、 2008年4月1日に、明け野町役場、真壁駅、筑波山口などへ向かう関鉄パープルバスの路線バス、3系統が廃止されたのを最後に当駅を発着する路線バスが一時全廃となった。2011年の東日本大震災では、普通となった JR 水戸線に並行するバスを、急遽関東鉄道が独自に運行した。2014年7月22日に、 運転免許センターに向かう高速バス、急行若葉号が当駅を経由する新たなルートで運行することになり、季節運行ではあるが当駅乗り入れ路線バスが設定されることになった。2016年10月1日からは、当駅から筑波山口へ向かう畜生市、広域連携バスの実証実験運行が開始され、これにより8年ぶりに毎日運行の路線バスが復活した。以後、 畜生市による実証実験路線の新設や経路見直しなどが毎年行われている。畜生市によるバス路線2016年10月より実証実験として運行開始2017年10月より本格運行。2018年10月より一部便が茨城県西部メディカルセンター経由に2017年10月より実証実験として 南口発で運行開始。2019年4月に経路を変更し北口発、南口発の2ルートに。2019年7月より実証実験として運行開始。築成市によるバス路線茨城交通東日本旅客鉄道、水戸線玉都駅下立駅2針駅、毛火鉄道毛火線下立駅下立2号、前駅関東鉄道上層線。 快速下妻駅下立駅普通大田号駅下立駅注釈編集出展編集ありがとうございます。